願いします。消費税率引き上げについて、2019年10月に消費税率は 10% になりました。社会保障制度の財源は保険料や税金だけでなく、多くの借金に頼っており、子や孫などの将来世代に負担を先送りしています。少子高齢化が急速に進み、社会保障費は増え続け、税金や借金に頼る部分も増えています。安定的な財源を確保し、社会保障制度を次世代に引き継ぎ、全世代型に転換する必要があります。こうした背景の下、消費税率は 10% に引き上げられました。消費税率の引き上げ分は全ての世代を対象とする社会保障のために使われます。ニャン太郎チャンネル。